I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Thank you.
この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。だけど、その物語には脇役が存在する。あるいは、登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から、自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって、僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかは、ヒーローになれる。その時を夢見ている。これは、そんな僕の物語。ついた。こっちの声は聞こえているよ。よし。ひとせ、そっちはどうだ。およ、なんか画像データが乱れてんな。おい、リュウジ、俺の顔ちゃんと見えてる？どっちが問題ない。エリカ、お前はどうだ？見えてるよ、お兄ちゃん。そのこと、エデンとの画像通信ラインだけ、ノイズが走っているみたい。デジタルウェーブの異常からは、音声通信は問題ないわ。なら仕事に支障はないな。うん、
でも特殊な防護フレームのエリアとか震度の高い階段だったらやめた方がいいんじゃない。優しいねお嬢は。新人君が心配なわけ。そういうんじゃないから。言ったはずだ。リスクは覚悟の上だ。仕事を始める。全員ターゲットは分かっているな。おいおい、もちろんバッチリ把握してますよ。強敵の名は志賀陽次。どこのチームにも所属していないフリーのハッカーで、ここ数ヶ月アカウント狩りで相当の荒稼ぎしてる。だったよな。クライアントはエデンを騒がすハッカーを許さない。奴らは志賀への制裁をお望みだ。見つけ次第ボッコボコにしてアカウントを破壊しろって言うんだよ。同じアカウントで二度とエデンにログインできないようにさ。事実上楽園からの追放ってわけ。悪どいハッカーには俺たちフーディエが正義の鉄槌を下す。腕が鳴るね、こういう。私たちは悪魔のサポートだ。ああ、もう分かってるって。気分の問題だよ、気分の。まずは、クーロンにいるハッカーから、シガの情報を集めろ。しません。はいよ、待ってました。じゃ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 ーん、俺様特製マルウェア、ハチドリちゃん。聞いて驚け。このマルウェアは至近距離に近づくだけで、対象のデジバイスを聞き込みで怪しいやつを見つけたら使ってみな。リアルでもこっちでも情報収集は俺の得意分野だぜ。お前がチームに入った暁には何でも教えて死んでよ。もう一度言うが、これはテストだ。てめえの覚悟を俺たちに見せる。おほ、やる気は十分。お手並み拝見。違う、俺だ。お前のことを探っている奴がいるぜ。この伝言を聞いたら連絡をくれ。
何か分かったか？上出来だ。そいつはシガとつながりがある。警戒されると厄介だぜ。どうする？すぐに奴の居所を知る必要がある。エリカ、30秒ちょうだい。お前の仕込んだハチドリちゃんを経由して通信相手、つまりシガの位置情報を割り出してください。通信記録から逆探知をかけて相手の端末情報を拾って。見つけたよ、そのエリアに採用可能です。ご覧の通り。早いだろ。解析処理に関しちゃお嬢が一番さ。やつは近い。落ち合って追い詰めるぞ。俺も行こっか。いや、二人で十分だ。じゃあそこで待機しろ。すぐ行く。お兄ちゃんはいるから油断しちゃダメだよ。別に心配してるわけじゃないけど、気を抜かないこと。あとはお兄ちゃんの言うことはちゃんと聞きなよ。だって私がこういうこと言ったってお兄ちゃんの千歳に行くなんか恥ずかしい。お嬢、俺たちまだ通信切ってないけど。わざわざ いるの分かってたもん。珍しいな、お嬢のこんなロジ。お前がチームに来たら面白くなりそうだ。期待してるぜ、未来の新人くん。そこで待ってろ。私は君のアカウントを買ったとおぼしき人物を知っている。その男の名は志賀陽次。アカウントを取り返したいのなら奴を当たってみるといい。なぜこんなことを君に伝えるか。私はエデンで起こる蛮行を許さない。私はエデンの守護者なんだよ。これは一種の人助けだ。信じる信じないは君の自由だ。本当にやるのか。犯罪者を捕まえるなんて
俺には賛成できないよ。その K ってやつもハッカーなの。もしお前に何かあったら。なあ、お前がハッカーじゃないってことは、誰よりも親友の俺が一番わかってる。それじゃあダメなのか。本気みたいだな。それなら止めないよ。でも俺にも協力させてくれよな。クーロンって知ってるだろ。ハッカーの溜まり場になってるエデンの廃棄エリアさ。そこに闇マーケットって言われる場所があるってネットで見たことがあるんだ。闇マーケットではいろんなハッカーたちが集まって、そこに行けばそのシガってやつの情報が得られるかもしれない。どうだ、一緒に探ってみないか。おい、そこのモブ顔。お前だよ、お前。お前しかいねえだろうが。モブ顔の自覚なしかよ。お前、マーケットは初めてか？そんなとこだろうと思ったぜ。おのぼりさんって感じだもんな。聞きたいことがあるって？そうだな、買ってくれるんなら答えてやらないこともねえな。何を買うって、そりゃもちろんデジモンだよ。それ以外何があるって言うんだ。ここはデジタルモンスターを売買するマーケットだぜ。その売人である俺に物を尋ねるなら金を落としていくのが筋ってもんだろうが。そんなことも知らないで来たってことは、お前新米だな。多いんだよな、お前みたいなやつ。そういや最近、デジモンキャプチャーをばらまいているハッカーがいるって噂を聞いたな。どうせお前も、そいつからわけもわからずキャプチャーをもらった口だろ？ここからかよ。デジタルモンスター誰が作ったんだか。ハッカーはそいつ珍しい。デジモン一世代前のハッカーは今時そんなめんどく。デジモンキャプチャーってデジモンプログラムを見つ。キャプチャーは無制限。その後手に入れた回数コンバートでデジモンプログラム。間違えるなよ。コンバートを実行する機能はデジモンキャプチャーにはついてね。その技術はハッカーが自分自身で編み出す必要がある。でけえチームは、ハッカーの暴走を抑制するために、この技術が広がるのを制限してんのさ。ま、てめえでできなきゃ、どっかのハッカーチームにでも入って、教えおこうんだな。さて、こんだけ教えてやったんだ。当然、
何か買っていってくれるんだろう。で、いくら出せるんだ？お前、ふざけてんのか？それじゃ一体だって買えねえよ。それか？それは廃棄品だ。売り物じゃないぜ。長いこと回転がつかなかった奴らでよ。容量がもったいないから削除しちまうのさ。ま、新米にはお似合いかもな。あんなんでいいなら、さっきの値段で一匹くらい売ってやるぜ。そいつにするのか？じゃ、デジモンキャプチャーを出しな。落としてやるからよ。ん？なんだ？はぁ？なんでそんなことをお前に言われなきゃなんねんだよ。ここのやり方にケチつける気か？あ、素人か。ちょっと優しくしてやったら調子に乗りやがって。なんだお前、よく見たらデジモンキャプチャー持ってねえじゃねえか。冷やかしかよ。これじゃ一文の得にもなりゃしねえ。余裕しゃくしゃくか、こら。ずいぶん舐めた真似してくれるじゃねえか。ああ、頭に来たぜ。ちょっと痛い目見てもらおうか。デジモンも持たずにこんなところまで来た。自分の浅はかさを恨みな。何の騒ぎだ？見れば、こいつどう見ても仇のガキじゃねえか。投資の相手にデジモンで喧嘩する？そいつはどう思う？大人げねえな。口を挟むんじゃねえ！こいつが、廃棄品の扱いにイチャモンつけやがったんだ。廃棄品？面白い。ここ。はぁ？お前。いきなり出てきて何言ってやがる。デジモンキャプチャーだ。やるよ。それがなきゃ始まらねえからな。ハッカー同士の喧嘩ってやつは。何をビビってやがる。俺たちハッカーが揉めたら解決する方法は一つ。デジモンを使ったバトル。ここでハッカーの縄張りであるこの空論で誰か、このやり方が不満なら出ていけ。どうせ何も知らずに紛れ込んだんだろう。逃げても攻めやしねえよ、こいつにも。だが逃げるならデジモンのことはどうする？お前が決めろ。
仇。お前と戦いたいと、スキャンもコンバートもしてないプログラムになされるなんて、妙なこともあるもんだ。だが、これで手間が省けた。あとは、おい、あんた調停役じゃないのかよ。数を合わせないと不公平ってもんだ。これで条件をたじめようぜ。始めようか。悪くなかった。勝負はついたな。ハッカーならバトルの勝敗に従え、勝った方の主張を通す。余計なことしやがって。何なんだよお前、どこのチームのハッカーだ。おい、やめろ。そいつは、三島隆二だ。三島って、いや、あの。すまない、隆二。こいつ、あんたの顔を知らなかったんだ。俺たちマーケットは、ザクソンやあんたたちと敵対する気はない。構わねえよ。俺は水郷で手を貸しただけだ。この件は、これでしまいだ。いいな。ああ。お前もだ。今回は手を貸してやったが、よその縄張りを荒らしてしのぎの邪魔をするんじゃねえ。どんなもんであれ、しのぎはしのぎだ。クーロンはこういう奴らの存在で成り立っている。それを手前勝手な正義感で荒らすのは、野暮ってもん。わかりゃいい。騒がせて悪かったな。お前も来い。いいのか？逃がしちまった。そいつはお前に懐いちまったみてえ。使ってやれよ。これも何かの縁ってやつだ。で、デジモンも持たずにあんなところで何をしとんだ。なるほどな。
それでお前はてめえのアカウントを買ったハッカー志賀洋二を追ってあんなところに来ていたわけだ。大層ご立派だと言いたいところだが無謀だな。エデンは世界でも最先端の技術力で作られた仮想空間だ。つまり志賀洋二が凄腕のハッカー。お前が追っている相手はトップクラスの技術者すら欺く国際レベルのサイバーテロの犯罪者ってことだ。カタギのガキが一人でどうこうできる相手じゃねえ。諦めるんだな。普通の生活に戻れ。だが悪く、実はな、志賀洋二は俺の獲物でもある。俺は便利屋だ。ある筋から奴の調査を依頼されている。エデンのハッカーは志賀のようなクズばかりじゃねえってことさ。俺たちも、俺たちの依頼人もな。お前、俺と一緒に来るか？うちに入れてやってもいい。もちろん、実力は見せてもらうが。だが、よく考えろ。俺と組むということは、お前自身もハッカーになるということだ。てめえの面に唾を吐いた奴らと同じものに、てめえもならなきゃいけねえ。偉そうに言っちゃいるが、ハッカーってのは集まるところ、同じ穴のムジナだからな。もしそこまでの覚悟があるなら、てめえのメンツを潰された借りを、てめえで返したいと俺たちが。ハッカーチームフーディエが力を貸してやる。どうする？よく。情報収集はまずまずだな。行くぞ。志賀はこの奥だ。油断するなよ。油断するなよ。
おりゃ。なんとかなったね。はっ、開始だ。引き時だな。ハック開始だ。ダメだ、一旦行こう。油断するなよ。ハック開始だ。たまら、逃げるぞ。ハック開始だ。叶わない。俺がちゃんと、あいつだ、あれが試合用。おい、そこのあんたら、ちょうどいいぜ。こいつらをキャプチャーするの協力してくれや。見ろや、この辺じゃだとよ。好きにしろ。これはお前の試験だ。忙しいところ悪いな。だが、俺たちはお前に用が。なんだお前ら。クーディア。便利屋か。まさか、ザクソンが俺を。雑誌がいいな。ユーゴからのことってな。エデンの秩序を乱したつ。しばらく現世で食いてこい。ザクソンの犬は引っ込んでな。
上出来だ。頼む、アカウント破壊だけは勘弁して。安心しな、うちの新人がお前に用があるんだぞよ。アカウントをうしゃかにするのはその後だ。何のことだよ、お前なんか知らねえ。とぼけるとアカウント破壊だけじゃ済まさねえと。本当に知らねえんだよ。自分が買ったアカウントぐらい覚えたら。なんならほら、デジマイス見てみりゃいいだろ。確かに、ここにはお前のアカウントはなさそうだ。な、俺嘘は言ってないだろ。だからさ、見逃してくれよ。頼むから。待て。残念だった。ここまで来れば安全だな。エリカ、千歳、聞こえるか？くっそ、さっきよりデジタルウェーブが乱れている。さあな、あんなのは俺も初めて見た。デジモンとも何かの、どうも最近のクーロンは、いや、エデン全体が騒がしい。たかだか最初の手がかりが外れたくらいで、しょげてんじゃねえよ。奴が外れなら、また次の手がかりを探すまでだ。それとも、それもいい。これからはさっきみたいな危険が毎日のようにつきまとう。続けるもやめるも、お前次第だ。なら、いつまでもしけた面をするの。少なくとも、これからお前は一人じゃねえ。試験は合格だ。ギリギリ九大点ってところだがな。お前はこれから、俺たちフーディエのメンバーだ。店に戻るぞ。あいつらが待ってる。